ですね、すごいですね、はい、はい、教えてください。今日何しますか。今日引退してから初めて相撲部屋に行くんで、今日みなぎの部屋で、お世話になろうかなと思ってますので、稽古見てちゃんこ食べて帰ろうかなと思ってますどうですか、ちょっと緊張します。もう緊張してますけど、僕は当たらなくていいかなと相撲取らなくていいかなと、はい、ちょっとどっか嬉しいですね、はい、はい。社長お出かけ？あ、九州場です。あ、九州場ですか。もうやってる？稽古。あ、まだです。1時半から。はい、そうです。こうやってさ、九州場行かないといけないし。あ、そう、やっぱりここは3ヶ月通うんですよ。すごいね、これ。すごい。よろしくお願いします。もう間もなく始まると思います。自分のしこ名書いてるところを今度どこまで上上がってくるかなって、あれ毎場所変わってくるんです。下に降りてくると頑張らないといけないなって思うんで、すごく大事な番付なんです。可愛くないあの子。いや、なんかああいうお相撲さんは本当のお相撲さんが可愛いなって思う。稽古中トイレ行きたくなったら、あ、全然自由なんです。あれはね、ちょっと下を下ろしてこうトンとしたら出てくるんです。あれ、あれままにも大きいトイレもできるよ。あ、そうなんですね。ずらしてで、うん、たまについちゃったら残念ですけど写真がいるし、うん、大体これやらない子は前落ちたり、足が出ないとか、叩かれて前落ちたりとか、そういうのでつながるような。あ、そうなんですね。おはようございます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 。元気？びっくりした先輩、元気？元気です。何してるかな。YouTube やってるの。はい。YouTube どうすか。マンション一個だと。やるの。これ。先輩めっちゃ痩せたっすね。元気。わかんなかったです。わかんなかった。痩せすぎそう。この柔道選手来たなと思った。体は今何キロぐらいですか。100キロです。今日よろしくお願いします。お願いします。おーす。先輩まだいるの嬉しいですね。もうみんな若いんで分からないで。そうそう、出る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 。まだ止まら。右を使えばの右を。右をつけろ。よし。あれ、心配つくって。ちょっと正面に置いて。全部こうなっちゃう。これが勝てないんですよ。はい。当ててもいいから前に出てる。あの、はい。本当だろ。はい。前に落ちるのに抜けろっていうだ。はい。何その前に前があった。はい。どうした。そんないらねえの。まっすぐ前へ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 三段。前を振ろ。言っただろ。投げや。前ほら。投げやから前ほら。爪の傷。もっと丸くなって丸くなって。あんな傷がつくんだ。もう爪切らないとダメです。必ず。よし。どうも。
お久しぶりです。はい、元気です。久しぶりに会いました。なんで痩せてんのか。はい、いやちょっと楽にしようと思ってなかなか痩せない。いや僕もリバウンドしてきたし10キロ増えてるし酒飲んでますか。一回呼んでください。あいつにいつも飲まされる。飲まされる。あいつ悪いとこ変わらないです変わらないよーし。プラタニ久しぶり。申し訳ないです。申し訳ないです。まだ質問取れるよ。懐かしい。僕の世代の人たちもみんな上の席に座ってますね。もうしまいてる人何人かしかいないです。全然前見てないで。あ、そうです、そうです。早もん勝ちと気合ある子結構強くいかないと勝ち取らないからみんな稽古したいんで。よし、よし、今日よろしくお願いします。よし、よろしくお願いします。よし、お前の人が右手で取るでも命かけないで、命かけて、はい、低くを強く当たって。激しいですね。そんなこと僕もしてたと思う。あっ、あっ、幕下上位、彼は幕下の最4枚目、来場所上がるかもしれないんで。一人一人声かけてるのもすごいな。説明多いです。ボンベリース、ザッ、違う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 、前弾けて弾けて、こうなったってのはついてもないな。どうなった自分がついて、それやらない。こうなったらここにいる中で自分が一番強いんだ。それをずっとやっていけない。それが型だ、はい、そう、自分の型になるとどうしたり、はい、立ち早くしたり、角度を変えたりとか、いろいろやるんだ。それが結構ある。はい、うん、横が立ち上がってしてるか、知らない。一月半なんだ。立ち上がって圧倒するのが一月半なんだ。一月半なんだ。ちょっと何で終わっちゃう。立ち上がって圧倒しないでね。はい、おー、
力で引っ張り込んで。もっと入る。右手右手。右に右にほら。自分が先にほら。左もっと浅く。右からすればほら。強いです。気合入るまで時間かかるんですけど強い。柔らか僕もやってるですけど、あ、そうです、痩せた、痩せたら僕も良くなったの。もうそうですね、守ってるんですね。これ電気、あ、そういうこと、びっくりした。やばいで触ったね。まだ針あるね。学校に血の流れ良くなるってことですね。頭洗うと楽だね。楽です。めっちゃ楽です。僕もだいぶ減ったんで、カメラ。痩せるともっと減るよ。ダイエットすると栄養がなくなるから体に、ね、めっちゃ下手っす、落ちたっす。で帽子でごまかしてるっす。すごいですね。すごい。夢、夢、ね、よく見たら平仮名で白鵬って書いてる。そう、よく見たら白鵬って書いてる。すげえ。前日花火で化粧回してる。はい。このユベント会議をデザインしてもらったわけです。また訪ねます。部屋におります。絶対帰らないでよ、帰らないでよ、帰らないで。明日も来てくださいよ。来るっすけど。はい、ここで力出し切らないと出てくれないんで、これが大事なんです。これでぶつかります。何本やるんですか。それ相手が決めるんですけど、大体10本ぐらいですけど、押せられなくなるんで、押せられなくなったらもう一番いいですね。スタミナ全部使えてるっていう感じで最後に絞られます。そうですね、これでご飯食べて体を大きくするのも仕事稽古なんで。あ、終わった。いや、もう本当に稽古は各力士の体考えているような稽古してるなと思って、やっぱり横綱親方からも本当にいいアドバイス、みんなに声をかけていただくのも、僕も元気だった力士の時にもやっぱりこうやって師匠から声をかけてくれるとすごく勇気に、もっと頑張ろうって思う気持ちになってくるんで、素晴らしい稽古だったなって。大勢の親方所も来ていただいたんですけど、本当にみんな一人一人自分の弟子に教えながらすごかったなと思いますので、はい。なるほど。